中日井上和樹2軍監督がもし1軍にという話があればおすすめできる内容だったと絶賛したのが、中日2軍中地彩、プロ入り後自己最長イニング好投、井上2軍監督1軍昇格へおすすめできる内容と絶賛。中日の中地彩投手23が先発し、8イニング1、3を6安打2失点、12奪三振と好投した。完投とはならなかったが、プロ入り後自己最長となるイニング数を投げた。右腕の渾身の投球に井上2軍監督は最終回に追いつかれたけど、合格点。もし1軍にという話があれば、おすすめできる内容だったと絶賛した。今季2軍で8試合に登板している中地。シーズン当初は打ち込まれることもあったが、尻上がりに状態を上げている。やるべきことは変わらないので、しっかりやっていきます。自らと向き合い、上を目指す。毎年のことだけど、開幕前はこんなに先発いるし余裕っしょとか思ってたけど、いざ蓋を開けてみると足りなくて頭を抱えるっていうね。とはいえ中地くんが戦力になればこんなに心強いことはない。中地も別と一緒でムラがあるからな、使ってみないとわからない部分もあると思う。とりあえず状態は良いということで一回上で見たい。ようやく 93M の狭い球場で雨の中、圧巻の投球、今日は雨の中で体力削られたと思うけど、状態いいうちに1軍で投げてほしいね。大卒ドライチ、地方多摩会出身でももう出てきてほしい人材。足の踏み替え好きじゃないけど、いい球投げるもんね。そうかは仕方ないとはいえ、2年連続ドライチ大卒投手がローテ入ってこないのはチーム編成考えてもきつすぎる。将来性考えての指名でもあったけど、なんとか少しでも早く出てきてほしい。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。